私です。今日は私のお気に入りのリンドウの一つである滋賀県国見リンドウ行こうと思ったんですが、まさかの通行止め。いやー、出花くじかれたんですけども、まあ行けないものはしゃあないからね、作戦会議一人でしたいと思います。ここから30分ぐらい走ったところにね、もう一つリンドウあるので、それが鳥越林道です。滋賀県と岐阜県を結んでいる結構大きな林道ですね。未舗装ではないのでね、どんな車でも大体は走りやすいと思いますよ。それでは行ってみましょう。まずは集落の中を走っていきます。近くにね、キャンプ場があるのでね、ここは割と車通りあるんですけども、ここがまあ林道の本ちゃんのスタート地点って感じかな。いやー、国見林道ですね。私雪山の時とか夜によく走ってたので、すごいお気に入りあったんですけど、ちょっと行かんまに、まあ道って崩れるよね。仕方ないですよね。いやー、でもこちらの鳥越林道はね、すごい景色がめちゃくちゃいいんですよね。だからドライブとかにうってつけやと思うんですけども、ちょっと道悪いかな。それではこの鳥越林道の道の悪さを映像でお伝えしますが、こんな感じで石がだらん、木がドカーン、ドカーン。我々ね、見てくださってる方も入ってますよ。我々ね、落石とか倒木に慣れすぎて、あれ当たり前やと思ってるんですけどもね、普段街中ドライブをされている方はどう思われるんでしょうかね。うわーって思うのかな。ちょっと想像の域を出ないというか、推測に過ぎないんですけども、まあね、ちょっとてっぺんの方に行きました。なんか空を走ってるみたい。いやー、ちょっとここに展望台があるっぽいので入ってみましょう。にゃーん、こっちからは滋賀県の景色一望できるんですけども、あの奥に見えるの琵琶湖かなー。いやー、山も綺麗やなー。天井で、ん？なんだそれ。にゃーん、綺麗すぎるだろう。はい、皆様、ここで想像するのは、おしゃれな椅子を出して、おしゃれな机を出して、なんかコーヒーなんか入れちゃって、BGM おしゃれにつけちゃって、私はそんなことをできると思いました。道の駅で買った伊吹牛乳、ストロー1本で完結。ほら、美味しい。いや、私の楽しみ方はこうなんですよね。そしてここにあんまり長居できない理由は、熊出没注意。ちょっとそろそろ出ましょうかね。いや、まだまだお空の道が続くんですけども、どうなってるんでしょうかね。今私は南から上がりまして、北の岐阜県側に向かっております。もうここで鳥越林道の記念碑を見つけました。いや、やっぱり立派な林道ですよね。反対側の景色はこんな感じ。おー、私は町よりも緑が好きや。はい、ここ峠てっぺんとしてね、下っていくんですけども、この林道はね、枝道あるんです。一度行ってるんですけど、もうちょっとハードやからね、あんまりは実は行きたくなかったんですけど、はい、これよこれ。誰がここの道に行こうと思うんよっていうような枝道なんですけども。それでは出発。
なんやかんや二度目のこの枝道楽しんでいっちゃってる自分がおります。ここの名物、この入り口がねまだ舗装してて大丈夫なんじゃねって思うんですけども、まあ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 そしてこの先には川がありまして、ほら綺麗な洗い干し、右後ろの氷にちょっとね後に取られましたよねこれでまずここもう氷がね肉やとねズリ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 いっちゃうんですけども、まあ崖じゃないから多少ズリっても大丈夫っていうことで進んでいきますが、皆さん画面にご注目ください。カモシカちゃん走っていたよー。カモシカは結構遭遇する動物の中ではレアじゃないですかね。まあ、鹿がモブっていう感じなんですけども。はい、ここで分岐点発見。うん。なんとなく右に行こうと思いますけども、なんか右の方が若干安全そうな気がしたんですね。そしたら、あらら、木のトンネル、これは既視感あります。通れるのかな？ちなみに前来た時はこの木なかったんですけど、通っちゃえー。けー、けーけーけー。よし、通れました。その先、これは、狭すぎる。ちょっとここで心を出かけましたけど、まあ、でみよう。最悪左側にぶつけちゃったら大丈夫。ここまたもう一個狭い。でも道がぬかるんでないからね、怖さはまあそんなかな。はい、行ってたんですけども、わー狭い上にちょっとどかせなさそうな石があるので、リンドバック。でもここでリンドバック危険なので、ついに私四駆にしました。はい、みんな大好きリンドバック。ちょっちょここ狭いからマジ怖い。3倍速なんですけどめちゃめちゃ遅いよ。このままバックであの石のとこ行くわけにいかないので、リンドターン、新しい技です。リンドーターン。いや、さすがにあそこの狭い道バックは無理やろ。てなわけで帰り道はフロントバンパーのちょっと運転席付近にカメラつけましたよ。いや、ここつけるとマジってここの狭さがわかる。いいなぁ。はい、満足感に出まして。安全なとこはね、またスピードアップでお届けするんですけども、私が美穂沢林道あまりがっつかない理由はですね、ちょっと和歌山のダート林道で痛い目に遭っておりまして、走りました。ちょっと道が多分弱かったんでしょうね。ジムに走った勢いでですね、道半分崩れちゃったんですね。ほんで、まあ、その先最悪抜けれたらよかったんですけども、もちろんその時も、まあ、行き止まりでピストン林道をやったわけで、いや、半分崩れた道戻らないといけないんですよね。その時、四駆のローにして、ちょっと斜面を登るようにして、道幅半分崩れた道をなんとか戻ってこれたんですけども、まあ、あれ、ほんま面白かった。いや、そんな経験があるのでね、人様に迷惑かけてはいけないっていうことで、あまりがつきすぎないようにしております。この分岐の左側、まだ行ってないのでまた今度行きたいと思います。林道未舗装の帰り道ね、カットなしでお送りしてるんですけども、まあ、これは私の思い出作りっていう意味もあるんですよね。そもそもね、YouTube もそういうつもりで始めたので、まあ、まさかそれが、あれ数千人の方が見てくれてるのってなってるんですけども、そう思うとですね、私成人してから自分のやりたいようにやるって言って、なんか生活成立してきてしまったんですよね。だからそんな私にとったら会社に勤めるとかグループに所属するっていうのはね、
もう超鬼ハードなんですよね。だから学生さんとかね、会社員の方とか人員の方とか、まあ絶対人とのつながりあるし、それをこう柔軟力というか、理不尽の体制であったりとかね、協調性を持ってプカプカと浮くように、まあ時々前に進んだりですね、そういう風にね、毎日をねうまく過ごしてある方ってすごい尊敬するよね。自分ができひんことやからね。ってな感じで帰ってまいりました。ここ私のお気に入りのジャングル川ゾーンですけども、最後はここ川渡ってお開きにしましょうかね。今日は鳥越林道とその枝道を走りました。今日も最後まで動画見てくださりありがとうございます。また山道か峠か林道やらその他でお会いしましょう。みんなバイバイ。